今日の地球の標高及び推進。データは、米国地球物理学データセンターのターンベース、デジタルテレインモデルによる、スペインシエラネバダ山脈の地勢シャトルレーダートポグラフィ、ミッションによる影付きの着色画像。標高モデル上に、ニュージーランドのアルパイン断層が 500km に及んで走っているのがわかる。球外が断層に隣接して存在することがわかる。 なお北東が上になっている。地勢とは地表面の垂直方向、水平方向の広がりの様相のことである。地勢は自然地理学で一般的に用いられる語であり、地形のありさまを意味している。標高や勾配、その土地の地形の特徴の傾向を意味することしても用いられる。地勢はまた地表水の流化や分水に影響を与える。広い地域で見れば、 それは、気象や気候にも影響を与える。また、水中の地勢においては、水深測量が用いられる。地勢の理解は、多くの理由から重要である。起伏は地表における標高の垂直変化の正確な、量的推定を意味する。この5ある、区切られた地域における標高の最高地点と最低地点の差異を示すことが多い。地表における起伏は、 その地域の大きさを考えていたものから変化させることもあり、そのスケールを定義することは寛容である。主眼とする地域内での地表面の傾斜や物質の現在の運搬と関連するので、地形の起伏は地表面を学級する上で有用な指標である。地形学は地勢の形状に関する広範な学問分野である。地性は以下のようなプロセスを経て形成される。 作り山運動等のプロセスは土地を上昇させ、侵食や風化のプロセスは、破災によって土地を沈降させるのである。地表面のパラメーターは、様々な地形計測法による量的計測が存在する。最も一般的な例としては、それぞれの場所での傾斜や地勢の様相、集極等から算出されるものである。これらの結果は、水門学の流量や、 新食料のパラメーターから算出されることもある。気象のパラメーターは太陽光や気流をベースにしたモデルから算出される。地表面の構造、または地形は線上や天井、地域的等の際はあるものの明確な物理的構造であり、それは周囲の構造によって異なっているのである。典型的な例としては分水嶺や流化パターン、尾根線、滝線、 湖等を上げることができよう。ウィ k シ i o リ a には地性の項目があります。ありがとうございます。